さん、いよいよこうして私松田るいがマイクを握って皆様にお伝えできるのもあと15分となりました。まず真っ先に皆さんに私は感謝を申し上げたい。この18日間共に戦ってくれた同志同僚の皆さんたち、議員の皆さん、支部の皆さん、党員の皆さん、そして団体の皆さん、ポスター貼りからそして街頭活動、電話かけ、本当にさまざまなことを皆さんはそれぞれ見えるとこ見えないところでやってくださいました。この選挙は私松川るい一人の選挙ではありません。皆さんと共に戦った私たちの選挙であります。本当にありがとうございます。そしていよいよこの選挙、私はこれほど重大な重要な選挙はかつてなかったんじゃないのか、世間では無風だと言われてますけど、本当にこの選挙は日本の命運、そして大阪の将来のかかっている極めて重要な選挙だと私は思います。6年前、私は皆さんの手でこの国政に押し上げていただいた。今回も何としても私皆さんにもう一度松川るい託していただきたい。この世界がもう変わってしまったからであります。ロシアによるウクライナ侵略、2月24日、これで世界はもう変わってしまった。今私たちは新しい時代の中に、新しい危機の時代の中にいるからです。そしてもう一つは、昨日安倍総理が奈良で遊説中に凶弾に撃たれて亡くなられました。私松川るいにとっては安倍総理が総理じゃなかったら6年前にこの政治の世界に飛び込むことはなかった。そういう特別な政治家、憧れの政治家なんです。そして皆さんにとってもそうじゃないでしょうか。8年間この国の総理を務め、そして皆さん世界中から今追悼のメッセージが届いています。いかに安倍元総理が本当の意味でこの国を守り抜く、そして国民の皆さんの命を守り抜く、そして世界の中で輝ける日本を主導してきた敬意なこの日本には滅多に今までいなかった本当の意味での国際的なリーダーであったからだと思います。私は今朝一緒に宗清会長と最大臣に行ってきたんです。私は昨日あのニュースを受けて悔しさと悲しさと怒りとでぐちゃぐちゃになって、でも半分信じられない気持ちもあったんです。ピンとこないんです。でも今日朝一緒に献花に行きました。あの事件があったすぐそばにテーブルが置かれてます。白い布がかかってるんです。その上にたくさんの花が積まれてました。私たちもそこに花を捧げました。本当にその時にやっぱり安倍総理この世から本当にいなくなってしまったんだなということが胸に迫ってきて、何としてもその時私は勝利を、必ずこの選挙で勝利を、応援中に頼られない安倍総理に勝利を捧げなければならないと心に誓いました。どうか皆さんもう一度私たちを助けていただきたいです。自分は政治の世界に飛び込まなかったと思うと申し上げました。皆さん覚えてますでしょうか。あの名前が変わってしまった民主党という政党がこの国の舵取りをしていた時、本当にひどかったんです。悪夢のようなじゃなくて悪夢そのものでした。私はあの時韓国にいて、そして前線の本当に外交官としていろんな現場に、まさに交渉にいろんなことをやってました。その時に分かるんですよ、日本の国際的地位が日に日に下がっていくのが分かるんです。あの尖閣諸島に酔っ払った中国人の船長がやってきて、一回日本は捕まえたのに理由もなく
自由で開かれたインド太平洋、これは安倍総理が提唱したそういうアジェンダ戦略であります。でも今これはアメリカのストラテジーの中心になり、そして世界中の国が、欧州が、東南アジアが賛同して日本の仲間づくりの外交の柱になってます。日本は島国です。一国だけではいけられないです。同盟が、パートナーが、仲間が必要です。そしていい仲間が多ければ多いほど日本は安全になります。私はさっきこれから危機の時代になると申し上げました。私は正直言うと、この先お金があれば何でも買える時代、他の国から何でももらえる時代はもしかしたら終わるんじゃないかと思ってます。それはこの危機の時代の中で自分ファースト、みんな自国ファーストになっていくから。だから仲良くしている国にはあげるけど、そうじゃない国にはあげない、こんなことになっていく可能性も十分あります。今こそ私は日本の政治が地道を上げて取り組むべきは、自分の足で立っていける国にする、日本をそういう国にするために精一杯今政治が国民の皆さんと共に取り組んでいく、そのことが必要だと思います。危機の時代、そうじゃないでしょうか。輸入してる食料分すごい交渉少ないですから関係ない。
総理が世耕経産大臣と一緒に世界中を飛び回ってトップセールスをして、そしてやっと日本に切符がやってきた、そういう獲得するために安倍総理が心血注いだ万博であります。必ず成功させて大阪が世界の大阪になる、2800万人来る、そういう世界の観光客の方々が大阪に、関西に、そして日本中にお金をたくさん落としていただくように地道を挙げて努力をしていきたいんです。そして皆さん、ここで私は自民党っていう政党の話をしたいです。本当に自民党は国民政党なんです。国民政党の意味は誰も取り残さない、誰も切り捨てない、弱肉強食ではありません。この国を作ってきてくださったご高齢者の皆様も、そして女性も男性も若者も子どもたちも障害のある方も、誰もがこの国に生きてよかった、そんな日本を作らせてください。私はあれが